ジョン・タナー、ジェームズの著書のサシエ・ジョン・タナーは、アメリカ合衆国の西部開拓時代の人物である。9歳の時、オジブワ族のインディアンに拉致され、インディアンの中で育ち、後にヨーロッパ人のガイドや通訳として働いた。その生涯は1830年に、博物学者エドウィン・ジェームズによって、A Narrative of the Captivity and Adventures of ジョン・タナーとして出版され、 知られることになり、貴重な歴史資料として残された。バージニア出身の元説教師の息子に生まれた。家族は1789年に、現在のケンタッキー州のオハイオ川流域に入植した。この地域は、北西インディアン戦争で、小人族との紛争で危険な場所であった。1879年にターナーは9歳で、二人のオジブワ族のインディアンによって、 ミシュガンへ連れ去られた。二年間、ひどく扱われた後、オタワのネトノクアというインディアン女性に売られ、彼女からインディアンとしての狩りなどの技術を学び、戦闘の仲間にも加わった。1790年から1820年の間、オジブワ族や相当族と五代子やレッド側の地域に住んだ。パナーがインディアンとして暮らしている時代は、 伝統的な森林での狩りによる生活スタイルが失われていった時代であった。西洋人との毛皮取引は、自給自足の生活を壊し、獲物の不足を招き、銃やアルコールの流入は、インディアンの生活に悪影響を与えていた。20歳の時に、オジブワ族の女性と結婚した。1801年に出会った毛皮商人の、ダニエル・ファーモンはその日記にターナーは、 相当後だけを話し、肌の色を除けば、インディアンのようで、そのリーダーであったと記している。1807年に最初の妻が去り、1810年に別のインディアン女性と再婚し、二人の子供が生まれた。1812年にイギリス人の第五大セルカーク伯爵、トーマス・ダグラスがカナダに移民居留地を購入したとき、植民者が最初の冬を越えるための、 バイソンの狩猟を手伝った。1817年に伯爵にガイドとして雇われ、ダグラストリデを毛皮取引所にすることに成功した。伯爵はターナーに興味を持ち、ターナーの家族をアメリカに移し、西洋人の暮らしに戻そうとしたが、1818 18年から4年ほどの試みの後、文化的な隔たりは大きく、その望みは断念された。 ターナーはカナダに戻り、毛皮取引の会社で働き、1823年に最初の妻の子供を引き取ろうとしたが、妻の一族とかいとなり、負傷を負い、長い治療中に元の家族は行方をくらました。1827年に家族が住むヒューロン湖の巻の島に戻り、アメリカ陸軍の駐留所の通訳として働いた。軍医の博物学者、 エドウィン・ジェームズと知り合い、ジェームズはターナーのオジブワ族の中で暮らした生涯を聞き取り、1830年に A Narrative of the Captivity and Adventures of John Tanner として出版した。この本は有名になり、歴史的にも貴重な資料となった。後にドイツ語、フランス語に翻訳、出版された。ターナーはジェームズに協力し、 新約聖書のオジブワへの翻訳にも貢献した。1828年にスーセントマリーに移り、初期のインディアンの文化の研究家、ヘンリー・スクールクラフトの通訳として働いたが、スクールクラフトと宣教師とのミッションスクールの運営をめぐる対立に巻き込まれ、信頼を失い、1933年までには職を失った。1846年に、 ターナーの住む小屋が焼け落ち、数日後、スクールクラフトの弟が殺されたのが発見されたのと、同時にターナーは姿を消した。殺人はターナーが犯人であると疑われたが、行方不明のまま1年後に、町の近くの沼で遺体が発見された。同名の孫、ジョン・ターナーがサスカチェワン川で渡し船を経営し、マニトバ州のミネドーサにターナーズ・クロシングという地名が残された。 ありがとうございます。